ソビエトのアンナ・コンドラショーは18歳、ショートでは2位、通算では現在第3位です。世界選手権ではソビエトは女子のシングルだけまだ金メダルを取ったことがありません。その金メダルを狙うホープの一人と言われているコンドラショーはですが、トリプルトーループ、そしてもう一回じゃありませんでした。ボドロゾバ選手が今回出場してないんですけども、そうですね、ちょっと寂しい感じがいたしますね。今年はアメリカのサムナーズ、それからティファニーチンの場合はあのアキレス腱を痛めたということで、はい、直前で棄権しましたし、ソビエトではボドロゾバとこの3人の有名な選手が出ていません。さてトリプルサルコです。ああ、シングルになりました。マリト・コンドラショーはあの成功するときと失敗するときの差が激しい選手です ね。現在手元のコンピューターでは伊藤みどり選手は3位ということになってますけれども、通算でこの後のまた選手のフリーによって順位は入れ替わりますので、はっきりしたことは分かりません。手元の集計では大体おそらく2人ぐらい抜いて7位には入れるんではないかと、そんな感じの得点になっています。調子が落ちてきてます ね。練習を見てましたもね、その日によって素晴らしい時とさっぱりジャンプが飛べなくなってしまう時があるんですよね。もう一人のソビエトのイワノワの方が平均的にいつも同じぐらいの力を出しますね。見ていてもホッとしますね。そうですね。でもやっぱりみどり選手に上に上がってほしいせいか、なんとなくあれですね、複雑な気持ちと、はい、あ、やっと調子が戻ってきましたね。今のはトリプルトーループ、あと1分です。大きなミスとしてはスター2ですね。シングルになっちゃったのがサラエボオリンピックでは第5位でした。ヨーロッパ選手権は3位に入っています。ダブルアクセル、とってもこういうとこがエレガントな感じがしますね。優雅ですね。先ほどのケイ・トンプソンのスピン、そしてコンドロショボ選手のこういう優雅さ、それを両方足してみどり選手のジャンプ、その3つ、そうすれば素晴らしい選手が出来上がりますね。とてもユニークなエンディング、中間部の方ではちょっと心配しましたけど、後半トリプルが2つ綺麗に決まりました。後半になってからジャンプに本来の調子を取り戻しましたアンナ・コンドラショーは、ソビエトの国内選手権では2年続けて第2位です。ちょっと前半のジャンプの失敗がどうジャッジされますか。リプレイでご覧ください。このトリプルジャンプは綺麗です。でトリプルトーループですね。オープニング、6歳の時からスケートを始めて
ヘアピンですとかバッジを集めるのが趣味というアンナ・コンドラショーはエドワルド・プリナーコーチがついています。コンパルソリーでは4位、ショートプログラムでは2位でした。先ほどのスピンですね、とても綺麗なスピンです、変形のキャメルスピン。さあ得点ですが、かなり高い点が出ましたね。先ほどのケイ・トンプソンの演技を見てました。カナダの観客はだいぶ不満そうですね。9000人を超えるお客様が入っていますが、ちょっとブーイングが起きまして、点が高すぎるぞというような、地元のトムソンに比べて高すぎるという不平の声でしょうか。これは上がると思いますよ、はい、5.8 が出ましたね。高い得点ですね。これはかなり高い得点が出ました。でも全体的な、雰囲気を見ますと、とてもエレガントでとても綺麗な感じを持っている選手で、トムソンが非常に陽気な感じだったのに対して、こちらは非常に優雅な女性的な、ゆったりとした感じですよね。